河北大学は、中華人民共和国河北省補定市の、勝負友立大学に分類される、総合大学。1921年に、フランスのイエズス海士が、天津で創設した天津工商学院を起源とし、その後、校名の変更を重ねて、天津工商学院から、津古大学、天津主藩学院、天津主藩大学などと称する時期を経て、1960年に、 現校名である、河北大学となって、1970年に、天津から河北省保定市へ移転した。出身者の中には、著名な経済学者、ハン・モーラがいる。メインキャンパス振興区図書館振興区河北大学には、学校本部、振興区、医学部東稿区のキャンパスが設けられており、敷地面積は合わせて2440世。 建築面積は95万平方メートル、教育研究用の器具設備の総価値1.93億元である。大学の運営状況は良好で、研究環境にも恵まれており、教育、科学研究両面で施設は先進的である。ネットワーク技術、センター、ニュースセンターと体育館、音楽館、大学生活動センターと芸術教育センターなどの建物が設けられている。 河北大学には河北省の唯一の大学出版局である河北大学出版社がある。河北大学図書館の所蔵文献は390万冊で、所蔵数において河北省の図書館の中で最大の規模となっている。河北大学の博物館は収蔵する動植物標本60万件以上、文化財7000件近くを要し、その中には国家一、 二級の文化財が七十件余り含まれており、所蔵品の良質ともに全国の大学の中でも最高水準にある。河北大学附属病院は、一箇所に先進的な医療設備、専門の設備が揃っており、技術力もサービスのレベルも高い。医療、看護、予防、保険、リハビリテーション機能なども合わせ持つ、総合性産休校等病院として、 河北省の最も優れた、何でも優れた病院となっている。河北大学には87の本科の専攻分野があり、哲学、経済学、法学、教育学、文学、歴史学、理学、工学、医学、経営管理学、芸術学と大きく11分野の学科が学べる。十一分野の学科全部を合わせると八十九種の修士号と法律、 教育、工事、公共管理、商工業管理などの19種の専門職種、死後、37種の博士号の課程が用意されており、さらに博士課程修了者の科学研究流動拠点、8分野、中華人民共和国教育部による、小族大学の人文、社会科学重点研究拠点と大学生文化、素質教育拠点、教育部と小政府が共同で設置した、 重点実験室、小レベルの重点実験室8カ所、12の小レベル、重点学科、小レベルの文系基礎学科人材育成と、科学研究拠点2カ所、国家レベルの重点学科1カ所がある。設置されている学院は、文学院、歴史学院、ジャーナリズム学院、経済学院、経営管理学院、外国語学院、教育学院、政治、法律学院、 芸術学院、数学とコンピュータ学院、物理科学と技術学院、科学と環境科学学院、薬学院、生命科学学院、電子情報工学院、建物工学院、品質技術監督学院、臨床医学院、看護学院、基礎医学院と衛生職業技術学院がある。河北大学の教員の力量は充実しており、教職員は、 総数3215人、1000人教員だけでも1784人がおり、その中には中国科学院会員2名と巡会員7名、政府特別手当を受ける専門家27名、国家に特に貢献があるとされた専門家3名、国家の1億1000万人材プロジェクトの候補者2名、全国模範教師2名、全国優秀教師5名、全国優秀教育者1名、 召喚かつかの優秀専門家11名が含まれている。教授は328人、准教授は398人おり、博士課程の大学院生の指導教員は92人、修士課程の大学院生の指導教員は520人いる。また、博士の学位を持つ教員は277人いる。1921年、 ローマ教皇庁の後押しを得たフランス政府は、カトリック教会直属の東南教区において、フランスのイエズス会士が転身し、天津市、馬場同性命題にミッションスクールを創設して、当初は、天津農工商大学、後に、天津工商大学と、対外的に名乗ったが、教会内では、天津精神学院と称していた。この動きは、中国におけるカトリック系の学校の設立、 運営にとって重要なもので、当時まだカトリックの大学がなかった中国の北方において空白を埋めるものであり、南方の上海新旦学院とも遠い距離を隔てつつ協力し合う関係にあった。国民政府が創立した後に、この大学は国民政府教育部に設置認可を申告した。1933年8月に国民政府教育部の 第7923号訓令によって正式な設置認可が下されたが、大学に必要とされた参院休系の標準に達していないとされたため、公明を河北省私立天津交渉学院と改め設立することになった。1944年、学院は大学への昇格を目指して計画を立てた。1945年には3位7系の体制を 整備し、大学としての規模を備えるようになった。抗日戦争勝利の後、学院は国民政府教育部に対して正式に組織改編によって大学へと昇格することを求める申し立てをした。1948年10月4日、国民政府教育部は正式に大学の設置を許可し、高渉学院は私立つつ子大学に解消された。 1951年9月19日、中央人民政府教育部は、高一アザ1175令を出し、津子大学は公立に代わり、私立立人商業学院、天津土木工事学校をそれぞれ小学院、工学院として合併した。これに、津子大学がもともと持っていた文学院を基礎にして、師範学院を設けられた。1952年8月、 全国の大学学部の調整が行われることになり、津古大学の工学院3係と、元の北洋大学が合併して、天津大学になった。津古大学の在経学院3系は、南海大学に合併となった。津古大学は、師範学院の基礎となって、天津市教師学院を合併し、元の所在地で改組された天津市範学院となった。1958年、 天津は新たに河北省の省直轄都市となり、省都は補定から天津へ移った。同年6月、河北省教育庁は天津市販学院を拡張して天津市販大学を創設することを決定した。1959年、天津市販大学は天津市の指導部の指示に沿って開祖され、同年7月、中国共産党の河北省委員会は、 全省で5校の重点大学の一つに、天津市範大学を選んだ。1960年夏、河北省の人民政府委員会は、今日5時、第258号通知により、天津市範大学を、総合大学としての河北大学に改組し、河北省教育庁の指導のもとに従属させる、という決定を下した。1969年10月、 北川130号及び津川163号の文書によって、河北大学は河北省の管理下に位置づけられた。同年12月から、河北大学は徐々に天津からの移転を進めた。1970年、河北大学の所在地は補定へ移り、天津ババ道74番の休校地は、河北大学の留守番が置かれるだけとなった。2002年5月、 国家教育部と財政部は、河北省人民政府とともに、向こう15年にわたって、河北大学の建設を重点的に支持することを決定し、その間、省内唯一の実施例として、河北大学を、省部友立大学方式の高等教育機関に、改祖していくことになった。2005年5月、河北省職工医学院の河北大学への合併に、 関する河北省人民政府見解を根拠として、河北省職工医学院が河北大学と合併し、河北大学は医学部を創立した。2005年11月、国家教育部と河北省人民政府は共に、省部友達大学として河北大学を運営することに合意した。ありがとうございます。